皆さん、いきなりなんですけど YouTube を休みます。申し訳ございません。あんまり休みたくはないんですけど、理由はちゃんとありますので、今回はちょっとお休みいただきます。お休みの報告動画っていうことですね、社長。そうだよ、そういう動画出したことないかもしれないね。ない。はい、理由を教えてください。理由を教えてください理由を教えてください。何でしょう、社長。私たちは結婚します。皆さんが知ってる通りに、私たちはもう4年間結婚してます。つけてる。まあ家にいる時はつけてますね。信じてください。結婚したのはいつでしたか。2019年の、はい、9月1日か2日だとしただけ、1日だっけ、9月1日、9月2日です。はい、2019年9月2日結婚いたしました。はい、ただし結婚式はやらなかったので、今回2023年にその結婚式をやるようになりました。やっと結婚してから3年4年ぐらい経ってからほぼ4年で結婚式をするという、まあいろいろありましたのでね、この3年4年でね。まあ一番大きいのがコロナ。うん、国際カップルなので、こうドイツにいる人と日本にいる人が一緒に結婚式をやろうとしても、うん、できないんだよね、コロナだと。そうだね、日本人同士の結婚だったら日本国内の、例えば名古屋で結婚式あげれば別にみんな来れるけど、でも僕らの場合はドイツと日本だから、特に上がる絶対飛行機を使ってどっかに行かなければいけないので、なかなかね、集まるっていうことがこの3年間できなかったんだよね。そうで、今はその結婚式のプランニングでめっちゃめちゃめちゃ忙しくて、もうめんどくさいんですよ、皆さん。めんどくさいの社長が自分でやりたいって言ったからもうタカはもう結婚式はやらなくてもいいんじゃないって言って、3年半で、うん、もうだって3年経ってるからね、うん、もう今さら結婚式やってもねえねえじゃないよ大事大事。皆さんどう思いますか。いや、両親がお互いのこと会ったことないから、うん、一回顔合わせもしたいし、うん、それが大きいね。それが大きかったかな。だからそれをするために結構お金とかもかかってるし、うん、時間準備が大変すぎて、うん、もう本当に YouTube 動画を撮るとか編集することに集中したいんですけど、うん、実は仕事しない時にいろいろその結婚式の会社といろいろミーティングをしたりして、うん、細かいところとかを決めて、うん、最近忙しさで暴殺されてますからね。そう、私ら見てみてください。かわいいよありがとう。僕ら YouTuber だけじゃないからね、うん、普通の仕事も、レナも仕事持ってて、僕も仕事持ってて、で YouTube をやりつつ、で結婚式の準備もしつつ、はい、この動画のテーマに戻ると結婚式をするからちょっと休む必要がありますということです。で振り返ってみると、2018年とかに YouTube を始めて、はい、まあ、僕ら世界一周し始めた時に YouTube を始めたじゃないですか。そうだね。皆さん見てますか、その時の動画見てみてください。一回振り返って見てみると、面白いよ。2人とも全然顔とか体型とかも違うんで、あ、やばいよ。タカがその最初の1年間でずっとめちゃめちゃ多くの動画を出したし、うん、で日本に帰ってきてから3日に1回ずっと動画アップしてて、うん、すごいことだよね。こう振り返ってみると、5年間休みなしでずっとやり続けてきたことを今回休もうとしてるから、ね、ちょっとやめる休むのいやちょっと怖いよ。ちょっと休むのやめましょうかこの動画撮ったはいいけどこう振り返ってみると怖いね、休むのね。ねえ、このとりあえずどれぐらい休むの。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年ぐらい休んじゃう、もうこの際どれぐらい休みますか。いや、マックスで1週間なのかな。マックスで1週間いや、1週間社長は働きますね。そう、皆さんどうですか、この社長の決断部下は従わなければいけないので、休み1週間だけでした。はい、1週間ですか。まあ1週間から2週間にしとこうか。ちょっと分かんないからね。いや、分かる。1週間、2個の動画をスキップさせてその後は多分結婚式とかの動画、そういった感じの動画が出てくるかと思いますので、そういったコンテンツを皆さん楽しみにしてください。で、お休みは結局2週間2回
2回の動画で2つの動画1週間ということで、はい、決まりました、はい、決まってしまいました、はい、私の休み1週間です、はい、ガツイと休んでくださいね1週間だけで休めない、結婚式の準備と結婚式があるから、これがブラック企業の社長です。あのハヌムーンの時もちゃんとや、うん、あの休みなく編集してくださいね、はい、わかりました、動画も撮影していろいろやってくださいね、結婚する相手間違えました。ブラック企業の社長は恐ろしいです。ブラック YouTube チャンネルですよ。そうですね。まあでも1週間休めればね、だいぶリフレッシュできるからね。まあリフレッシュするって言ってもどうかな。その間結婚式の準備とかいろいろ細かい計画を立てていかなきゃいけないから、そう本当に休むって意味だととりあえず動画の編集を1週間休んで動画を出すのが2回スキップして、うん、その後でまたすごい楽しいコンテンツが来る、うん、約束はできますので皆さん楽しみにしてくださいという報告動画でした。そうだね、報告動画でした。何か質問とかがありましたらコメント欄で聞いてください、ね、質問をください。はい、でも、まあ、結婚式はどこでやるかとか、うん、そういった感じとかはまた次の動画を見ないとわからないので、うん、このタイミングでまだ登録してない人は今せっかくなので LT ブログのチャンネル登録をしてくださいね。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。